皆さんこんにちは、胡蝶しのぶです。今日は炭治郎くんやねずこさんたちが体験したちょっと怖いお話を紹介したいと思います。ちょっと怖いお話聞いてみたいなと思ってくださった方はグッドボタンを押してくださいね。皆さん本当ちょっと怖いお話好きなんですね。それでは炭治郎くんとねずこさんが体験した鬼滅の怖いお話スタートです。これはある日俺とねずこが体験したちょっと怖いお話です。だいぶ暗くなっちゃったな。あ、そういえばスーパーで牛乳買ってくるの忘れちゃった。ねずこ、兄ちゃんちょっとスーパーに寄ってくるから一人で家に帰ることできるか。むむ、ごめんなねずこ、気をつけて家に帰るんだぞ。気をつけてな。あら、ねずこさんじゃないですか。ねね、こんな夜遅くに一人でお出かけですか。ねね、夜遅いと危ないから気をつけないといけませんよ。今の声はねずこの叫び声だ。一体何があったんだろう。ねずこ、ねずこどこにいるんだ。おいねずこ。炭治郎さん、その声はしのぶさん。あのねずこを見ませんでしたか。あれ、あなた、誰ですか。しのぶさんの姿をしてるのに。炭治郎さん、何驚いてるんですか。しのぶさんの姿をしてるのに。お化けだ。炭治郎さん、そんなに大声を上げちゃいけませんよ、夜遅いんですから。炭治郎さんは一体何に驚いたんでしょうね。え、私の顔そうです、私はのっぺらぼうです。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。正解はねずこちゃんでした。わかった人すごいね、おめでとう。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。正解は炭治郎でした。わかった人おめでとう。また別の動画も見てね。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソゲームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリー。